皆さんこんにちは、パズル王です。今回もご覧いただきありがとうございます。今回はですね、まあ見た感じルービックキューブタイプのパズルね、一つ紹介するんですけど、一応先に名前をね、トリボトゥーソリューションズミラーキューブ 3×3 っていうパズルです。真っ黒。ただね、これまだ未完成なんですけど、まずねこのキューブとかについて解説をしていきますね。これね、まずねパーツの形状がね、こういう風に全部厚みとかが違うんで、まあバラバラにするとこういう風にねいびつな形になるタイプのキューブで、普通のルービックキューブだとこういう風にね、まあいくら回しても全体の立方体の形は崩れないんですけど、でまずまあ、こういうタイプのキューブがあるんですよ。これはメガハウスさんで出てるカラーブロックスっていうタイプの、まあ、キューブですね。これは、まあ、このねタイプと形状が同じで、しかも色が6面全部違う色がついてる。だから、まあ、こういびつにはなるんですけど、揃えるときはこのね色で揃えることができるので、基本普通のルービックキューブと同じように溶けるんですけど、この色が全面同じタイプのキューブがあるんですね。で、大概その場合ってシルバーのシールがついてたりするので、そのタイプをミラーキューブとかミラーブロックスって言うんですよ。ちょっと手元にないんで写真だけ載せておきますけど、なのでこれね、まあ本当は全部同じ色のシールが貼ってあるんですけど、まあこれも結局全部同じ色ってことで同じなので、色がなくてもですね、6面違う色貼ってなくても、これって形状が違うので、この形状だけでその普通の6面のルービックキューブタイプと同じようなやり方、ちょっと変換してね揃えることができるわけです。でですね、この名前の最初についてトリボっていうのが、もともとトライボックスさんってルービックキューブタイプの競技用のものとかネットでね結構有名なショップがあって、そこがショップが名前がトリボに変更になったんですね。そのトリボのオリジナルのキューブタイプのパズルで、ミラーキューブなんですけど、この上にですね、こうねシールをこれから貼って完成なんですよ。で、貼り方自体はトリボさんのサイトに書いてあるんですけど、まあ普通のミラーキューブだと全部同じ色になるわけですね。ただこれ6色ついてます。で、ただですね、シールが6色あると言っても、普通にここに1色ここに1色って貼るわけじゃなくて、まあそうやって貼ってしまうとね、いわゆるこのカラーブロックスタイプのキューブと同じになっちゃうので、ちょっとね貼り方というか変わってるんですよ。ほら1色のシールの形がちょっと変ですよね。で、この貼り方がトリボさんのサイトにね、ここの商品のところに載ってて、その貼り方に沿ってで、このシールを貼っていくと実は結構面白いことになります。なので早速ちょっとね6面貼っていきましょう。ということで、トリボトゥーソリューションズミラーキューブ 3×3×3 のシールを全部貼り終えて完成しました。じゃんと、ミラーで綺麗でね。ただこの段階だとまだよくわからないですけどね、一応これが完成品で、それぞれの面のねシールがバラバラです。どういうことかっていうと、今色じゃなくてこのそれぞれのねキューブの厚みとかで揃えることができるので、その厚みでちゃんと立方体になるように揃えるとこの状態で、もう一個ですね、この色でね、普通のルービックキューブみたいに色だけで揃えていくこともできるわけですよ。色だけで揃えることによって、表面はバラバラだけど色だけこうね、シルバー青緑とかそういう風に揃えることができると、つまり2つの解き方で遊べると。なのでトゥーソリューションということなんですね。いやー、なかなか面白い、そういう風なことをね見つけたんだというのがアイディア勝負というかね。なのでとりあえず今この状態ですから、シルバーならシルバー、まあこういうことですよ。こういう風に色だけで揃えていってみようと思います。こうね、こういう感じ。いやー、これはね、まあ色だけで揃える自体も基本ルービックキューブと
形状が違うだけで揃え方自体は同じなので、ルービックキューブ揃えられる人なら揃えられるんですけど、やっぱり揃えるごとに形がどんどん崩れていくっていうこの面白さね。いやー、なかなか本当にルービックキューブを今まで揃えたことある人なら感じたことのない変な感じというか、ああそうなるんだっていうね、新しい発見みたいなのがありますよね。とりあえず一面のシルバーだけで揃えてみましょう。そうするとよっ、あとはシルバーがここだからね、これはね面白い。だからルービックキューブを揃えたことある人とか、まあ普通のねミラーキューブとかもやったことある人はより楽しめる変な感じよっ。これでね、今シルバーだけ揃うとこうでも形だけいびつでも、ここが横の色が完全一面になってるという非常に変な感じです。おお。で、こういう感じでね、色だけで本当に6面を揃えることが可能。なので残りもどんどんね、揃えていってみましょう。で、もちろん色の配置自体は通常の今の世界配色になってますね。白の反対側が黄色で、あとは青、赤、緑、ここがピンクだけど、多分オレンジとかですね。おう、なるほど。じゃあどんどんね、揃えていってみましょう、残りも。よっ、これで、おお、色だけで6面、6面というのかな、色だけでね6面揃いました。そうするとこうなります。面白い。これ多分ちゃんと計算されてて、この色だけで揃えると多分どこも完全に揃ってないようなね、あの要はこの隣同士のパーツの高さが全部全く違うようなことになっているのがまた芸コマ。まあだからこれですね、この状態で飾るのか平らな状態で色バラバラで飾るのかでどっちかでちょっと悩みますよね。おお、面白い。結構デコボコするので、デコボコしてるのに色が揃ってるっていう、本当に普通のルービックキューブやってる感じからすると不思議な感じですね。で、今バラバラの状態、バラバラ、形がバラバラだけど色が揃ってる6面なので、今度は形状だけで揃えてでも色は関係ないっていう最初の状態にね、また戻してみましょう。いやー、これは不思議。まあでもミラーブロックスだと要は本当にパーツの形状が全部違うので、こういうような遊びというかもできるわけですね。これもまずね、まず完全一面だけ揃えてみましょう。なので今度は本当に色は全く無視して形状だけを手がかりに揃えていくと。あとは分厚いタイプはこうかな。あとここに1個入れて、これでね、一応色関係ないけど形状だけで完全一面という、ここのね高さが揃うと。いやー、これは結構色に惑わされる感じがありますね。通常色で揃えるんでね。で、残りも全部揃えてみたいと思います。これで、あとはコーナーを揃えればいいだけね。よっ、コーナーじゃない、エッジだ。はい、これでね、
形状だけで、ミラーブロックスの形状だけで高さとか合わせて完成、6面完成、6面完成というのかな、これも、まあ6面完成ですね、というふうになります。そうすると色が完全にバラバラ。いやー、これは面白い。ということで今回ですね、トリボ2ソリューションズミラーキューブ 3×3×3 を紹介しました。いやー、これ本当にちょっと面白いですね、動くのがね。で、さっき言った通り、この色が揃ってるのか形状が揃って表面平らなのかで、どっちで飾るかっていうと、やっぱ個人的にはこっちで飾りたいなと。色が合ってるけどバラバラになってる、あの高さがね、これ面白いですね。これで揃ってるっていう感じがいいです、なかなか。で、これ本当にね、ルービックキューブを揃えたことある人なら余計面白いと思う、その動かし方というか。色揃ってるのに表面デコボコっていうのが非常に今までにない感覚なので、ぜひね、遊んでみてください。一応ね、下にリンクを貼っておきます。で、トリボさんのね、オリジナルの商品なので、トリボさんのとこでしか買えないはずです。で、自分でこうね、シールを貼るのも楽しいですしね。いやー、面白い。ただね、ちょっとね、やっぱり素体が競技用キューブってほど滑らかではないんで、ちょっと潤滑剤とかを拭くといいかなと思います。それでも十分ね、こんな感じになるので遊べますので、ぜひぜひ遊んでみてください。いやー、面白かった。今回もね、最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた。